世界一っていいよね。世界で一番高いカレー、世界で一番暇なラーメン屋、この前は世界で2番目に美味しいメロンパンを食べたよ。そこは世界一にこだわろうよ。2位じゃダメなんでしょうか。ダメなんだよ。というわけで今回は世界一古い街を走る世界一短い地下鉄について解説していくぜ。ダブルで世界一の地下鉄、面白そうね。本編スタート。アルメニアの首都エレバン。アルメニア、ナゴルノカラバフ経済の中心であり、世界中に散らばって暮らすアルメニア人の文化の中心地だ。エレバンは世界で最も古い都市の一つ。紀元前8世紀頃にはすでにアルメニア人の都市ができていたぜ。太古の昔からある町なんだね。旧約聖書に登場するエデンの園はエレバンに存在したという説もあるんだぜ。由緒正しい土地なんだね。現代のエレバンはバラ色の石で建てられた建物が並ぶ非常に美しい街で、アルメニアの独特な文化を感じられる見どころがたくさんあるぜ。観光地が多いんだね。そんなエレバンには地下鉄も走っている。エレバンメトロだ。正式名称はカレンデミルチャン、エレバンメトロポリタン。カレンデミルチャンはアルメニアの有名な政治家の名前だぜ。日本で例えると、田中角栄、上越新幹線みたいなネーミングかな。この動画では、エレバンの地下鉄の歴史や使用車両、沿線の見どころなどを解説していくぜ。行ってみよう。エレバン地下鉄は南北方向の1路線があり、総延長は 13.4 キロ。エレバン中心部と南部を結んでおり、駅は10個ある。エレバンは起伏の激しい街なので、地上に設置された駅もあるぜ。また、シェンザビットからチャルバフまで1駅だけの支線があり、シャトル列車が2駅間を往復している。10駅だけの短距離路線なんだね。エレバンの地下鉄はソビエト連邦8番目の地下鉄として1981年に開業した。第3機場で機関線520ミリ。他の旧ソ連諸国と同じ、ソ連方式の地下鉄だぜ。アルメニアは旧ソ連なのよね。当時のソ連の都市工学計画局は、人口100万以上の都市にしか地下鉄を建設しない方針であった。当時エレバンの人口は100万に満たなかったため、地下鉄の代わりに路面電車が計画されていたが、アルメニア共産党初代書記長アントン・コチニアンなどの働きかけにより、エレバンにも地下鉄ができることとなったぜ。アルメニア人の首都としての重要性が認められたのね。ソ連崩壊とアルメニア共和国独立の際には、駅名の変更などが行われた。例えば、レーニン広場駅は共和国広場駅に改名されたぜ。さようなら、レーニン。エレバンの人口はソ連崩壊後もやや増加し、100万人を超えた。現在のエレバン地下鉄は午前6時30分から午後11時まで運行されており、ラッシュ時の運転間隔は5分程度だぜ。意外と高頻度なのね。しかし、近年は並走するミニバスに客が流れる傾向にあるらしく、車内は空いていることが多いぜ。なんとか踏ん張ってほしいね。次はエレバン地下鉄の車両を紹介するぜ。エレバン地下鉄の車両は81717型。ロシアのメトロワゴンマッシュで製造され、東側諸国で広く普及している車両だ。東欧、中央アジアの11カ国で同じ車両が使われているんだぜ。ベストセラーだね。2000年頃の時点で車齢20年近くになっていたが、エレバンには大規模な修理ができる設備がないため、ロシアで車体更新が行われた。その際、車体更新と引き換えに多くの中間車を売却してしまったぜ。アルメニアがソ連時代のインフラを維持するのに苦労している様子が伺えるわね。中間車を売り払った関係で、ほとんどが2両編成だが、中間車の81714型を挟んだ3両編成も少しだけ在籍している。塗装は様々で、標準塗装のオレンジ色の他にも、古代のアルメニア人国家ウラルプをテーマにしたラッピング、サッカーの大会をテーマにしたラッピング、市民有志によるアート作品などがあるぜ。あれ、最後のはただの落書きだよね。最近になって更新された編成もあり、黄緑色で現代的な顔面となっているぜ。かっこいいね。E233 と京阪3000系を足して2で割った感じかな。未更新で現職の3両編成も在籍しており、ソ連時代そのままの姿で朝のラッシュ時などに運用に入っているぜ。ソ連時代を思わせる胴体保存車だね。これらの車両は非冷房だが、屋根の空気取り入れ口から風が入るようになっているぜ。風通しが良さそうだね。他のソ連式地下鉄と同じく、車内はシンプルなデザインだ。椅子の色がカラフルだね。シェンザビット、チャルバフ間の支線には専用の編成が走っている。一両編成で、両側が運転台となっているぜ。え、一両だけなの？そうだぜ。これが、世界一短い地下鉄だ。ソ連式の地下鉄は世界中に数多あるが、一両編成のソ連式地下鉄はエレバンでしか見られないぜ。これは面白いね。
それにしても、どうして一駅だけの支線を作ろうと思ったのかしら。この区間は、本線とチャルバフの車庫を結ぶ引き上げ線なのだ。単線の引き上げ線を活用して、シャトル列車を運行しているんだぜ。博多南線みたいなイメージかな。ちょっと近いな。シェンガビット駅では本線と同じホームに入るので、乗り換えは楽。支線の利用客は意外と多いぜ。ここからは実践編。エレバン地下鉄の乗り方について解説するぜ。駅の入り口にはロゴが書かれたポールが立っている。奥に進むと改札があり、そばにはチケット売り場があるので、オレンジ色のプラスチックのトークンを購入しよう。料金は一律100ドラム。トークンには、アルメニアの英雄、サスンチ・ダビッドの絵が書かれているぜ。エレバン中央駅の前にいる人だね。改札を通ると、ソ連式地下鉄ではおなじみの長いエスカレーターがある。いかにも東側って感じだね。足を滑らせると地下深くまで真っ逆さまなので注意しないといけないぜ。ひえ、他の旧ソ連諸国の地下鉄と同じく、ホームの装飾は見応えがある。愛国心の強い国民性を反映してアルメニアの歴史にまつわる装飾が多いのが特徴だ。ホームは、石を多用した重厚な造りになっている。石造りの建物が多いアルメニアらしい、印象的な地下空間だぜ。映画の撮影に使えそうな綺麗な駅だね。地上駅ホームには猫ちゃんがいることもあるぜ。あら可愛い。最後に、エレバンの代表的な観光地とアクセスに便利な駅を紹介するぜ。エレバン有数のデートスポット、カスカード、ウプ主の大好物ザリガニを食べられるバー、ビアアカデミーへはエリタサルダ館駅が便利だぜ。石造りの建物が綺麗な共和国広場や、お土産物探しに最適なベルニサジマーケットへは共和国広場駅が便利だ。立派なアルメニア教会、聖グリゴル・ルサボリチ教会へはゾラバル・アンドラニック駅が便利だぜ。エレバン、楽しそうな街だね。アルメニアの他の都市に行く場合も、市内から鉄道駅までは地下鉄を使うといいぜ。サスンチ・ダビッド駅は南カフカース鉄道エレバン中央駅に隣接しており、地下道を通じて乗り換えができる。サスンチ・ダビッド駅からゴルサラナイン駅までは地上区間で、南カフカース鉄道と並走しているぜ。南カフカース鉄道について気になった人は、ゆっくり解説アルメニアの鉄道、を見てみてね。ちなみに、エレバンは非常に物価が安く、気軽にタクシーを利用できる。エレバンは起伏のある街で歩くと疲れるのでタクシーを使い倒そう。でも、アルメニアは英語が通じにくいし、目的地を伝えられるか心配ね。そんな時はこのアプリ、ロシア版ウーバー、ヤンデックスタクシーだ。エレバンではよく普及している配車アプリだぜ。ぼったくられる心配がないし、言葉が通じなくても行き先を伝えられるからめちゃ便利だぜ。これはいいね。そろそろまとめに入るぜ。趣深いソ連式の駅。世界一短い地下鉄。鉄道駅から市内までの移動に便利。以上だ。1両編成や2両編成の可愛らしいソ連式地下鉄、ぜひ体験してみてね。ご意見ご感想をお待ちしております。チャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。